シュラマル。ねえエミさん、聞きたいことがあるの。聞きたいこと？急にどうしたの？エミさんの実家って地元でも有名な高級中華料理店だよね。有名かどうかはわからないけど、昔馴染みのお客さんは多いね。おかげで結構賑わっているよ。それでこの間、山田さん一家にタダでおごったって聞いたけど本当なの？おごったっていうよりお礼をしたんだよ。うちの子が迷子になって川の用水路に落ちた時に保護してくれたからね。もし雨が降って増水したらと思ったら本当に血の気が引いたよ。一歩間違えれば溺れて死んでいたかもしれないんだから。だから実家のご飯を食べてもらったの。喜んでもらえたからよかったよ。なんかそれってずるくないかな？え？ずるいって何が？山田さんだけお金を払わずに美味しいものを食べるなんてずるいよ。私の方がエミさんと付き合いが長いのにおごってもらったことなんてない。ママ友のエコひいきは良くないと思うな。エコひいきなんかじゃないよ。何を言っているの？息子の命を救ってくれた恩人にお礼をするのはおかしいことじゃないでしょ。用水路に落ちたところを助けただけで恩人とか大げさだよ。雨だって結局降らなかったんでしょ？何の危険もなかったじゃない。そんなことはないよ。雨が降らなくても足を滑らせて流される可能性があったんだから。そんなこと言うならうちの亮太はエミさんのカイト君と遊んであげているじゃない。だから母親の私だってお礼をもらう権利はあるよね。遊んであげているってなんでそんなに上から目線なの？100歩譲ってお礼をするなら亮太君にで、ゆりさんにじゃないよ。そんな細かいことは気にしないでよ。ともかく私も高級中華料理が食べたいの。お願いよエミさん、ママ友のよしみでタダで食べさせてちょうだい。さすがにタダは無理だよ。両親に申し訳がないから割引券を少しあげるから、それで我慢してくれない？絶対にいいや。割引しても結局お金は払うんでしょうが。私は少しのお金もかけずに中華料理が食べたいの。同じママ友なのに山田さんだけ得をするなんて納得できない。山田さんみたいに私にもタダでおごってよ。だから無理だって。何もしていないゆりさんにおごるのは変だよ。そんなの実家でお金を払って来てくれている人に失礼だから。この話はこれでおしまいだから。それじゃあね。ちょっと待ってよエミさん、逃げる気？私は諦めないからね。私の名前はエミ、27歳の専業主婦です。5歳になる息子のカイトと夫の3人家族で暮らしています。家事に育児に忙しい毎日ではありますが、優しい夫と可愛い息子のおかげで毎日幸せな生活を送っています。ママ友もみんな優しくて私の生活は順風満帆と言いたいところですが、そうは問屋がおろしませんでした。ママ友の一人に問題がある人がいたのです。その人がゆりさんでした。ゆりさんは厚化粧で若作りしていることを除けば喋る分には問題ない人なのですが、少しずうずうしいところがありました。何らかの飲食店を経営している身内を持つママ友に、友達なんだからタダにしてよとかなりしつこく頼んでくるのです。断っても会うたびにいつだったらおごってくれると聞いてくるのです。他のママ友には普通の態度なので問題が表面化しづらくて、実家が飲食店あるいは自身が飲食店を経営しているママ友はげんなりしていました。そんな人なので私も可能な限り実家が飲食店なことは隠していたのですが、まさかバレた上にあんな要求をされるとは思いませんでした。その後も1週間ほど会うたびに頼んできましたが、私は断固として断り続けました。そんな私にじれたのか、ゆりさんはとんでもない行動に出ました。エミさん、なんでそんなに私が実家に行くのを嫌がるのよ。私もエミさんの実家の高級中華料理店の味が気になるのに。私のことが嫌いだったりするの？嫌いとかの問題じゃないよ。ゆりさんはわからないの？うちの実家の中華料理店を紹介するくらいなら問題はないんだよ。何人かのママ友に来てもらった方が口コミになるから、私の方から両親にママ友だって紹介すれば多少の割引ならしてくれるしね。でもゆりさんは全額タダにしてって言うじゃない。
さすがに無理だよ。いくらママ友だからってそんなお願いは聞けないよ。だって嫌じゃないの。他のママ友はただなのに自分はそうじゃないなんて、そんな話を聞いて割引なんてしてもらっても損をしたようにしか思えないよ。だから本当に山田さんの時は例外だったんだって。いい加減にしてよ。本当にタダで食べさせるのは無理だからね。ふん、そんな風に拒否しようとしてももう遅いわよ。エミさん、今私がどこにいるかわかるかしら。え、急になんでそんなことを聞くのよ。そんなことをいきなり聞かれてもわかるわけがないでしょ。ふふん、やっぱりわからないみたいね。仕方がないから正解を教えてあげるわよ。心して聞きなさい。正解はエミさんの実家の高級中華料理店でした。はあ、なんでそんなところにいるのよ。私は場所を教えていないわよね。山田さんがママ友にお店の話をしていたから盗み聞きしたのよ。だからお店の名前と住所はしっかりと押さえているの。私ってば本当に頭がいいわよね。それで私の実家に来てどうするつもりなのよ。そんなことは決まっているじゃない。あらかた料理を頼んでからエミさんの名前を出してツケにしてもらうのよ。というかもう店に入って高いコースを頼んじゃったからね。え、お店に入った？そうよ。旦那も後で子供を連れてくるわ。ママ友がタダでおごってくれるって説明してあるからね。楽しみだわ。いや、ちょっと待ってよゆりさん。あなたは何を言っているの？何って、エミさんのお店にいるって話じゃないの。それがおかしいんだって。実家の店は昨日から休業中なんだよ。え？ゆりさん、どこにいるわけ？そこはなんて名前のお店？中華料理店春水だけど。ああ、そこは似た名前の全然別の店だよ。実家は中華料理店春水だから完璧に間違えたね。しかも実家よりもグレードと値段が高いところだよ、そこ。え、ちょっと待ってよ。どうすればいいの？もう注文しちゃったし、料理も何個か届いちゃってるんだけど。どうってきちんとお金を払うしかないでしょ。頼んじゃったんだから。できないよ。完全にツケにしてもらうつもりだったからお金持ってきてないし、旦那にもお金持ってこなくていいって言っちゃった。だったら今すぐ旦那さんに連絡して本当のことを話しなよ。そんなことできない。こんな嘘がバレたら旦那に離婚されちゃう。エミさん、この店に来てお金を貸してよ。それならどうにかごまかせるから。絶対に嫌。あれだけ何度も断ったのに、私の実家に迷惑をかけるつもりだったんでしょ。自業自得なんだから自分でどうにかしなさい。早く決めないと無銭飲食で捕まるかもしれないわよ。そんなその後も何度かゆりさんからの LINE が届きましたが、面倒ごとに巻き込まれたくない気持ちと勝手なことをされた怒りもあり放置しました。次の日、ゆりさんと旦那さんが菓子折りを持って我が家に謝罪しに来ました。泣いたのか、ゆりさんの目は真っ赤に腫れていました。結局ゆりさんは旦那さんに真実を話したらしく、旦那さんは激怒しながらも貯金を下ろして料理の代金を支払ったそうです。しかし帰ったら当然修羅場になったそうです。離婚一歩手前まで行ったそうですが、まだ亮太くんが幼く母親を必要としていたため離婚は回避されました。しかし今回のことで旦那さんは奥さんであるゆりさんのことが信用ならなくなったらしく、離婚しない条件としていろいろと厳しい約束事をする羽目になったみたいです。エミさん、もう嫌よ。こんな生活を送り続けるなんて。離婚を回避できたのはいいけど、あんまりにも自由がないわよ。ゆりさんの自業自得でしょうが、自分で蒔いた種でしょ。そもそもなんで私に連絡を取ってくるのよ。他のママ友に愚痴ればいいじゃない。こんなこと愚痴ったら自業自得だって切って捨てられるだけだよ。ただでさえ他のママ友となかなか遊べなくなっているんだよ。これ以上自業自得でママ友を減らすような真似はしたくないの。ああ、一応自業自得なことをした自覚はあるわけね。安心した。これで全く反省の色がゼロだったら LINE をブロックしていたわよ。そもそも旦那さんからどんな条件を出されたのよ。まずお金の管理は旦那がすることになったの。生活に必要なお金を渡してもらえるけど、それ以外は用途を言わなきゃいけないの。まあ妥当な判断よね。ゆりさんにお金を任せるのは不安すぎるし、私と揉めた理由も
金銭が遠因になったのは確かでしょうね。あと月に一回、礼儀作法について、母さんとお母さんから説教されるの。家族会議になっちゃったのか。実母と義母のコラボはきつい。でも、お母さんに息子と離婚しろって言われなくてよかったと思うわよ。更生の機会を与えてくれるなんて、いい人じゃないの。最後に一個あるんだよね。これは本当に嫌だったんだけど。へえ、それって何なの？聞かせてくれるよね。記入済みの離婚届にサインすることだった。今は出さないけど、万が一の時には出させてもらうって。うわぁ、用心深いな。ひどいと思わない？私は絶対に二度としないって言ったのに。信用できない。サインしないなら裁判にするっていうのよ。当然の話だと思うよ。それくらいされても仕方がないことをゆりさんはしちゃっているもん。一回失った信用を取り戻すのはそれくらい大変なことなんだよ。あえて厳しいことを言わせてもらうけど、あなたがしたことは私へのたかありだよ。私もカイトが涼太くんと仲が良くないならあなたとの縁はすぐに切っているよ。はーい。みんなあなたが反省する可能性を信じてくれているんだから、あなたもそれに応えることを考えなよ。うん、頑張りまーす。その後、ゆりさんはかなり反省したのか、おとなしくなりました。前にはよく絡んでいた、実家が飲食店、あるいは自身が飲食店を経営しているママ友に、全くせがむことがなくなりました。最初は変化を戸惑っていたママ友ですが、次第にゆりさんに自分から話しかけることが増えて、ゆりさんの交友関係が広まりました。旦那さんもゆりさんの変化を感じ取ったのか、厳しい態度が徐々に和らいでいったそうです。私としても、ゆりさんのケチなところが再発しないのなら、これからも仲がいいママ友でいようと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。